はい、皆様お疲れ様です。集中ワンです。今日は2021年のですね、4月16日となっております。はい、コインベースのね、ニュース、結構ね、話題になっております。まあ、その中でもちょっと気になったのがですね、コインベースの上場、新参の、幹部にも恩恵ということでね、まあ、入社1年余りで巨額の富ということでね、載っておりますね。 Google からね移ったチャタジー氏っていう方がですね、保有株の価値が 1.8 億ドルということになっております。はい、まあ、コインベース、非常にね NHK でも取り上げられるほどのですねニュースとなっているわけなんですけども、はい、暗号資産交換業者コインベースのグローバルの上場で同社の最高責任者 CPO を務めるスロジット・チャタジー氏ですね、巨額の富ということで載っておりますね。で、14日にね上場したということで、はい、保有株現時点では約4億6550万ドルになっているということでね、非常に、すごいことになってますね。はい、コインベースのね上場で、チャタジー氏は共同創業者のブライアン・アームストロング、それからフレッド・エアサム両氏と並ぶ勝ち組に加わったということでね載っているわけですけどもね、はい、非常にね話題になっておりますね。ですね、このね、コインベースの、共同創設者のねお二方がいると思うんですけどもね、ブライアン・アームストロング氏っていうのはですね、まあコインベースの、ホームにもですね載っている方なんですけど、このフレッド・エアサム氏ですね、この方が、まあ、実はですねコスモスのバリデーターである、パラダイムのですね、まあ、トップということになっております。はい、ちょっと見ていきたいと思うんですが、はい、ミントスキャンですね、現在、見ておりますけども、バイナンスが1位となっておりますね。で、パラダイムというのが2位、あ、コインベースのがですね、まあ、5位というところで、まあ、CCN は6位というふうになっております。まあ、ディーボンの方はですね、今現在ですね19位というところにね位置しておりますということでね、はい、まあ、保有量っていうのもねこうやって、結構ね差が出ているわけですけども、まあ、この中でですね、まあ、5位以内にねコインベースとねこのパラダイムというのが入っていてですね、はい、まあ、コインベースに関しては、ホームをね、見ていくとですね、はい、まあ、このような感じでですね、まあ、ホームの方見れるわけですけども、はい、コインベースのね、経営陣ということでね、まあ、このブライアン・アームストロング氏っていうのがこの方ですね、はい、まあ、これが最高経営責任者ということでね、この方が、最高経営責任者となっております。はい、そしてですね、はい、そしてですね、このね、2位のパラダイムをね、見てみますと、はい、保有量もね、この、まあ、投票権というところを見るとですね、1,298,5092ということでね、約1300万ぐらいのね、アトムの保有となっていて、大体ですね、3億5000万ドルということで、まあ、日本円にするとですね、まあ、70億ぐらいですかねになるねアトムの保有と、なっておりますね。はい、まあ、それからこのウェブサイトをね見るとですね、パラダイムはっていうことでね載っているわけなんですけども、はい、まあ、このパラダイムですね、2021年に入ってね急にバリデータに、入ってきてですね、まあ、入ってきてすぐね、まあ、2位の位置にいるということで、非常に興味深い動きをしているわけなんですけども、まあ、実はですねこの、まあ、チームっていうのを見るとですね、このフレッド・エールサム氏がですね共同創設者兼マネージングパートナーということで載っておりますね。はい、まあ、この方のね、まあ、経緯というか見てみるとですね、まあ、コインベース共同設立しということでね書いておりますね。はい、まあ、フレッドは、米国最大の暗号通貨会社である、まあ、コインベース、はい、まあ、上場したコインベースを共同設立しというふうに、書いておりますね。
はい、まあ、この方が、このねパラダイムの、まあ、トップになるのかなというところですね。はい、まあ、その他ですね、まあ、このチームにはですね、このマット・ファンさんですね、まあ、この方も、結構ですね、まあ、セコイア・キャピタルのパートナーでありというところで、まあ、結構ですね大きい、ね、ところですよね。はい、まあ、この方も共同創設者兼マネージングパートナーということになっております。はい、それからですねちょっと気になったのがこのチャーリー・ノイエス氏ですね。はい、を見てみるとですね、あのパンテラ・キャピタルの投資チームのメンバーということで、まあ、書いておりますね。でちょっとねいろいろ調べてみるとですね、はい、日刊工業新聞でですね2018年のね記事になっておりますが、まあ、米エール大仮想通貨ファンドに投資ってことで、まあ、コインベース創業者から設立ってことでね、パラダイムにっていうことに、まあ、名前がね決まったというふうにね書いてますね。米名門大学のエール大ですね、プエルトリコ祭からニューハンプシャー州の、材木まであらゆる対象に投資してきたが新たな市場に飛び込みつつあるということで、まあ、それが仮想通貨だということで、まあ、2018年にねこの記事が出ておりますね。非公開の情報であることから、匿名を条件に語った関係者によると、まあ、高等教育機関で2番目に大きい基金を運用するエール大はデジタル資産に、的を絞った新ファンドが4億ドル455億円を調達した際投資家の一覧に加わったというふうにありまして、ファンドの名称がパラダイムで仮想通貨交換事業者コインベースの共同創業者フレッド・エアサブシーですね、先ほどの、はい、パラダイムのトップですよね。それからセコイア・キャピタルの元パートナーマット・ファン氏、先ほど紹介しましたね。はい、それから仮想通貨に投資するヘッジファンドパンテラキャピタルの元従業員チャールズ・ノイエス氏ですね、先ほど最後に、紹介しましたノイエス氏ですね、が、最近設立したというふうに書いてますね。はい、まあ、この3、お三方ですね。はい、まあ、エール大の基金は約300億ドルの規模があり、デイビッド・スウェンセン氏が、運用責任者を務めるということで書いております。2017年に急騰し、今年に入って、2018年に入って急落した仮想通貨市場に投資する大規模な期間は少ないと。エール大のパラダイムに対する投資額は不明ということで、はい、まあ、同大学はですね、まあ、コメントの要請に今のところ応じていないということでね、こういった2018年の出来事がありましたということですね。はい、まあ、このチャーリー・ノイエス氏に、はい、まあ、いろんな方が、ね、いらっしゃってね、すごい、まあ、経歴の持ち主ばっかなんですけど、このパラダイムですね、まあ、2021年に入ってですね、まあ、急にというかですね、まあ、バリデーターとコスモスのバリデーターになったということがね結構ね、まあ、注目、まあ、されているポイントかなというふうに思ってます。まあ、CCN の方でも、結構話題になったポイントかなとは思うんですけども、はい、まあ、現在ですね、まあ、2位と、いうことで、まあ、1位してますね。でコインベースは5位に位置していると、はい、トップ5に入っているわけですよね。はい、まあ、こういうことから考えてですね、まあ、この、まあ、コインベースの上場もあったりとか、まあ、このパラダイムの出現とかですね、まあ、いろんなことが起こってきてまして、バイナンスはね元からねもう注目してやっているわけですけども、はい、非常にすごいことになってますね。1年前はですね実は、まあ、ステークフィッシュ、この4位のねステークフィッシュが、実は1位で、まあ、その次にバイナンスっていう感じだったんですが、まあ、今4位になってまして、まあ、ドキアキャピタルとかね、まあ、大きなところがね、だんだんですねこう出てきてると、トップ5に入ってきてるという形でですね、はい、動きがあるわけですね。はい、まあ、CCN は6位というところで、まあ、非常にね、マーケティングがすごいんで、伸びた、っていうことで、まあ、1年足らずでですね、まあ、6位まで来てるということですね。はい、まあ、最高、まあ、4位まで来てたわけですけども、プラス、リーボ
にもですね、こう、まあ、力を入れているってことで、まあ、一気に19位までね、まあ、リーボも、上がってきておりますというところですね。はい。まあ、今のところその、まあ、リーボの、2900、今のところですね、このリーボの、はい、保有がですね、まあ、295万3234アトムですかね、になっていてですね、まあ、CCN の方が、849万6470ということですね。はい。はい。まあ、合わせるとですね、合わせると、1100ぐらいですかね、100ちょいですかね、ぐらいになると思うんですけども、はい。1100万枚は、まあ、ちょっと超えてるということになってますね。まあ、そうするとね、リーボと合計すると、まあ、大体3位ぐらいにはね、位置してるのかなというところなんですけども、はい。まあ、非常にでも、すごいですよね。この、なんていうんですかね、大口というか、大きなね、組織、チームに、まあ、CCN もですね、まあ、同じようなね、位置にいるっていうのはね、すごいなと思います。それから、やっぱりこの、パラダイムにしてもそうですけども、まあ、大きなね、チームがですね、まあ、バリデーターになってですね、こう、ね、まあ、急に入ってきたとかね、いうこともあって、非常に、まあ、コスモスがね、まあ、注目され始めてるということをね、まあ、CCN でもね、言われてたと思うんですけど、はい、まあ、非常に、いい動きかなというふうに思ってます。で、まあ、今回、コスモスのね、技術も、ポルカドットのね、関係とかね、こう接続できるようになったりとか、コスモスのエコシステムでですね、まあ、まあ、実際にその、まあ、バンドプロトコルとかもですね、Google 関係ですね、とつながったりとかね、まあ、いろんなことがね、エコシステムの内でね、起こってきてますよね。まあ、実際に、今までね、市場、まあ、実際にある企業とかね、まあ、そういったところと結びつきがね、なかなかなかったんですが、それが最近ですね、すごい、まあ、出てきてるというところで、まあ、今年ね、非常に、まあ、リアルな動きしてくるんじゃないかなというふうに思います。はい、今後もですね、コスモスの方をね、まあ、期待していきたいと思いますし、はい、まあ、現在ですね、まあ、2021年の4月16日、0時30分となっておりますが、昨日ですね、4月15日、高値更新ということでね、3085円ね、タッチしましたというところになっておりますね。まあ、いろんなね、アルトコインね、まあ、イーサリアムもそうですけども、高値更新しまくってるというところで、まあ、非常にこの市場ね、今ちょっとバブルかなという感じもするんですけども、まあ、伸びがね、すごいですよね。はい、一気に伸びてきているということで、はい、まあ、非常に注目されてますし、まあ、コスモス、アトムもですね、まあ、棚上げしたかなって言ったところでですね、まあ、2200から600ぐらいですかね、で、まあ、推移してましたけども、まあ、そこからね、ポンと上がった感じしますね。はい、はい、ということでね、まあ、本日、まあ、コスモスの価格も上がっており、非常にね、まあ、ツイッターの方でも、はい、話題になってました。はい、まあ、他の通貨ももちろんね、ありますけども、まあ、大口というか、まあ、大きなところがね、注目して、コスモスのバリデータになっているということはですね、コスモスに、やっぱり可能性があるといったことが言えるのかなと思いますし、まあ、今後ですね、やっぱり投資家ファンドとかはですね、まあ、ね、そのパラダイムについてもですね、仮想通貨市場がですね、暴落した後にですね、まあ、いろいろとやってるわけですから、まあ、要は、まあ、そういった時からいろんな行動してきてるといったところであると思いますし、まあ、やっぱり、まあ、コインベースの上場とか、まあ、そういった関連のチームっていうのがですね、こうやって参加してきてるっていうのはですね、非常にこう、まあ、心強いこともあるし、まあ、コスモスにの可能性にね、気づいて、まあ、行動してきたということはですね、非常に今後注目されるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まだまだね、これから伸びると思いますし、まあ、期待もしていきたいと思いますし、まあ、いろんなね、結びつきが出てくると思います。は
はい、まあ、以前、NTT データと、データチェーンということでね、まあ、動画の方を作ってるんですけども、まあ、コスモスの、ね、技術が使われてますよということでね、まあ、日本の、ね、企業が、まあ、NTT データとコラボしたということでね、ありました。まあ、そして、研究開発していくっていう中でですね、まあ、SEO としてですね、まあ、インフルエンサーである、マナブさんですねが、まあ、受注を受けたってことでね、ツイッターで今日話題になってましたし、非常にね、まあ、これから、まあ、マーケティングの方もそうですし、まあ、普及に向けてですね、はい、どんどん動いてくるんじゃないかなと、動きあるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、まあ、2021年ねもう上げてくるだろうという、まあ、期待しかないというところで、まあ、本日はですね、動画の方終わりたいと思います。はい、それではですね、いつもご視聴いただいてありがとうございます。いいねもねいつも押していただいて本当に、感謝しています。それでは、また、動画の方を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。失礼いたします。